今年も残すところあと122日になりました。みなみです。マイアミではありません。光がすごいでしょね。自然光ですよ。空港ピアノを見ると切なくなりますね。行けなかったんだなっていう。おこもり4日目、相変わらずレタッチをしております。いろんなことを考えてますね。なんか鬱っぽいのドピークは火曜日とか月曜日だったんですけど、昨日とか今日はあまり、うん、ミネアポリスってどこ？アメリカ？で、何の話しようとしたんだっけ？何の歌だっけ？すいません、ちょっとね、ご飯食べたら眠くなってちょっと寝ちゃったですよね。昨日師匠にですね、グラップラーバキっていう漫画を教えてもらって、 BTB でずっと見てるんですけど、すげえハマりました。やっぱりなんかいろんな格闘技とかが出てくる話なんですけど、空手やってると面白いですね、見てて。やっぱり格闘技って無駄な動きしちゃいけないんですよ。でフェイントとかかけなきゃいけなくて、こうよく空手だと相手の目を見ろって言われるんですけど、私たちって意外と相手の目を見ることに慣れてないんですよ。だから最初恥ずかしくて見れないんですけど、なんで相手の目を見るかっていうと、まあ全身が見えるっていうのもあるし、あと人間って例えばじゃあ次右に攻撃、相手の右手に攻撃し、まあ相手からしたら左手だけど、私から見たら右手の方に攻撃しようって思うと、そこ見ちゃうんですよ。そうすると相手が例えば黒帯とかだと、もうそこに攻撃が来るっていうのがバレるんで、バレないように目を見てあっちの方向向いて、何も知らねえぜって感じで攻撃を仕掛けるというか、あとなんかね、こう突きを入れて、こう突きに気を取らせながら、実は膝で前蹴りじゃねえ、膝蹴りを入れるとかね、そういういろいろこう騙し討ちみたいな技とかも使うんですよ。それがね面白いよね。でもやっぱりああいう、もう要するにやっぱり格闘技って男の世界ですよ。男の世界っていうか、なんか女の人も女の人の戦い方があって強くはなれると思うんですけど、やっぱりね、力ではね絶対に勝てないと思う。筋肉量が違うから、ドーピングとかしない限り。あと骨密度、意外とやっぱり空手とかも骨同士のぶつかり合いだったりする時があって、くっそ痛いんですよ、それが。本当に痛いんですけど、こうなんて言うんだろうね、なかなかなんていうのかな、でもそういう世界にいるといい意味で
私は粛清されるので、自分がね、好きだなっていうのはずっと思ってるんですね。うんね、なんかだから逆に多分女がトップに立つ世界ってあるんだろうなっていうのを同時に感じます。やっぱりなんかこう性別は迷子になって叱るべきだと思ってるんですけど、でもやっぱり男と女っていう概念は消えないものなので、それはそれで認識して泳いでいくのはいいかなって思うんですよ。うん、でね、全然違う話なんだけど、そのバキの中に紐切り、名前忘れちゃった、しのぎだっけ、しのぎだよねっていうなんか人が出てくるんですけど、なんかこうこなんかね、神経を切ってピャって神経を出してピッて神経切っちゃうみたいな技を持ってる人がいて、で目の神経を切られて目見えなくなったボクサーとかがいるっていう話が出てくるんですけど、大体この辺なんですよそれは。で私はそれを見てヒーってなって、痛そうと思って、結構なんかこう開放骨折とかザラに出てくる感じなんですよそれが。でずっと昨日それ見ながら痛え痛えと思ってずっとこうやって首を押さえてました。切られるみたいな、痛えと思って、マジ痛えと思って、はぁとか言ってる場合じゃないんだよ、知ってる、よく生きてるよね私、よく生きてるよ、今日も昨日も明後日も。自分めちゃくちゃだけど、そんな自分が大好きです、本当だよ。私年々自分のこと好きになってるからいいと思います、すごい。なんか何だろうね、やっぱり「これだ」って思う瞬間を残したいですね。今流れてる曲は聞こえるかわかんないけど、この弾いてる人が年配の女性の方なんですけど、外国の方で、彼女の甥っ子が20年前に亡くなった時に作られたそうで、フォーエバーだってタイトルが。その甥がね、死んじゃった時は甥が18歳で交通事故で即死だったんだって。でその日ね、会うはずだった日は一緒にクリスマスのコンサートをする日だったそうですよ。なんかこういうの見るとさ、人生ってなんだろうねって思う、すごい。まあそんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆さん
元気してるのかな。私本当に人に会ってないからわかんないけど、人に会いたいね。外部的刺激が少ないときついね。やっぱりだんだん病んできたぞじゃあそういうことで。